新川は、埼玉県埼玉市西区を流れる川で、荒川水系に属する鴨川の支流である。埼玉市が管理する巡洋河川に指定されている。埼玉市西区、川越線差し置き駅の近くの県道2号線付近から、海峡となり、南東に流れる。途中、埼玉市立場九中学校の敷地内を横切り、そこから東に向きを転じる。 水旗交差点で南東に折れ、すぐに、鴨川に合流する。流路の大部分で、埼玉県道57号埼玉港のす線と、数十から200メートルを隔てて平行する。三面コンクリート護岸の小さな水路で、馬急中学校の中では、部分的に暗渠を通る。一帯は、住宅地だが、この川の両側には帯状に水田が広がる。 かつての旧入間川の流路である。流路沿いに自然堤防が西から南にかけて見られる。鴨川の合流点から土屋川の合流点にかけて河川改修工事が実施されている。元は入間川の流路で関東で発生した1596年の洪水が景気となり土屋村付近に稲中寺により包みが築かれ、 現在の荒川に近い位置である西側に流路がまとめられ、入間川はそこを流れるようになった。これにより、急流路は新川となった。橋は数多くあるが、名前のついた橋は少ない。ありがとうございます。